平和への祈りは NHK の移植により大き圧をのし深い指導の作曲で1949年に作られたカンタータ。スコア記載のタイトルは平和への祈り合唱及び4人の読唱者と還元楽のためのカンタータで舞台助演プログラム記載のタイトルは平和への祈り4人の読唱者及び合唱と大還元楽のための構成曲。 全曲の内容と構成は次の通りで、助走に現れる複数のテーマが循環的主題となって全曲を形作っている。最後は合唱と還元楽による二重風画でクライマックスを築く。作詞の大き圧は、広島出身で原爆により壊滅的な被害を受けた故郷を、聴詞、広島の歌に歌っている。この詞を収録した詩集、物言う足は、 立花処房から1949年8月の観光で平和への祈り初演と同時期である。平和への祈りの歌詞には詩集、物言う足収録のいくつかの詩に使われた詞句が散りばめられている。作曲の深い史郎は第2部、戦争の思い出から第4部、再生への意志と希望の間に後から追加した経過部分の第3部について、焼け跡にも春が訪れ、 風が囁ささき、鳥が鳴くが、人々の胸にある傷跡はまだ消えないと語っている。またこの作品について、平和への祈りでは何か力が弱く、平和のための戦いでなければならないようであるとも言っている。編成は、ソプラノ、アルト、テノール、バリトン、根性合唱、ピッコロ、フルートに、大声ボエに、コーラングレ、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、 コントラファゴト、フォルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、大太鼓、中太鼓、小太鼓、グロッケンシュピール、タンバリン、シンバル、ハープ2、チェレスタ、ゲンコブ。日本近代音楽館に所蔵されている、自筆スコアをもとに、オーボイ奏者柴山用による、肯定スコアが作成されている。演奏譜は、東京音楽大学附属図書館。 日本ニかアーカイブに帰宅されている。カンタータ、平和への祈りは、1949年8月に、山田和夫式、日本交響楽団により放送書演された。その後、還元楽だけの第三部が追加され、同年11月に再放送された。舞台書演は、翌1950年11月16日に、日比谷公会堂で開催された、 昭和25年度文部省芸術祭において、小高久忠式、日本交響楽団により行われた。ソリストは、大熊文子、川崎静子、木下保、秋元誠一、合唱は、国立音楽大学合唱団であった。日本人作曲の還元楽作品演奏を継続している、オーケストラニッポニカは、 2007年3月25日開催の第11回演奏会、深い城作品展において、本名通り自識により、平和への祈りを57年ぶりに再演した。ソリストは、星川美穂子、穴沢優子、谷口洋介、浦野智之、合唱は、東京クラシカルシンガーズプラスであった。さらに同オーケストラは2010年にも再演を、重ねており、 ライブ録音がリリースされている。ありがとうございます。